ご異議ないと認め、採用決定いたします。消費者問題に関しての総合的な対策事実に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件並びに、消費者安全法第13条第4項の規定に基づく消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。森雅子さん。自民党の森雅子です。本日はよろしくお願いします。はじめに質問時間について与党に配慮をいただきましたことを感謝申し上げます。まず今日は私最初に今日のニュースをご紹介したいんですけれども、スポーツ新聞に福島から避難の子どもに放射線うつるといじめられたという記事が出ておりました。福島県から他県に避難した子どもが公園で遊んでいたところ、言葉がアクセントが違かった。私もよく質問の時に指摘されます。それで、あなた、どこから来たのと言われて、福島県から来たと言ったら、放射線がうつるなどと言われ、いじめられたと、子どもたちは泣きながら家に帰ったという記事がありました。市の教育委員会は、避難者の気持ちを考えて、言動に注意するように通達を出したということが書いてありますけれども、実は、このことだけではなくて、各地で同じようなことが起きています。これも大きな風評被害、風評被害が人的な、差別にまで及んでいるということだと思います。このことに関して、蓮舫大臣のご感想、ご意見をいただきたいと思います。蓮舫消費者及び食品安全担当大臣。ご指摘いただいたそのニュースは私も記事で読みました。あってはならないことだと思っています。子どもには何の罪もない。放射線がうつるということも科学的根拠もない。まさにそうした事態が起きてしまった。じゃあこれから起きないようにするためにどうすればいいのかも含めて、まずは一義的には文部科学省で適切な指導をしていただきたい。つい先ほど参議院本会議がありましたもので、私の隣の席におりました林久美子文部科学大臣政務官にも、私からこういうことはあってはならないので、適切な対応をお願いしたいと言ったところでございます。森雅子さん。実は、事故当初、いわき市から東京に避難した子どもが、そのまま着のみ着のまま避難したものですから、学校の制服を着ていた。胸に学校の名前が書いてあった。その時に電車の中で、お前ら来るなと、放射能がうつると言われたという事件もありました。避難先で近くの学校に通えることになっておりますが、そこでいじめを受けるので、もう学校に行きたくない。他の学校に行くときには、一人ではなくて、同じ地域の子どもたち10人ぐらい集めてほしいという保護者の希望も出ているようでございます。今、蓮舫大臣がおっしゃられたとおり、このようなことはあってはならないことです。蓮舫大臣も2人のお子さんのお母さん、私も2人の子どもを育てています。子どもたちにこのような思いをさせないために、文部科学省に適切な指導をお願いすることはもちろんですが、やはり風評被害を解消していくこと、これがこのことの解決にもつながるのではないかと思っています。つまり子どもたちは大人の会話を聞いて、そしてそれが子ども同士のそういったやり取りに出てくるんだと思います。大人がどうしよう危ないんじゃないかしら、隣にいない方がいいんじゃないかしら、大人同士でも電車の中で、福島県の人、この車両に乗ってないよねという、そういう会話があり、実は乗っていた福島県民が私に電話をしてきたということもありました。そういったことをなくしていくために、広く消費者大臣として、消費者の皆様に正しい情報ですね、先ほどのように、放射線が人から人へ移ることはありません。そのようなことをですね、訴えていただきたいと思うのですが、文部科学政務官にですね、耳打ちをしていただくだけではない、この大臣としての今後の何かアクション、これについて何かご決意をいただきたいと思いますが。蓮舫大臣。さまざまな情報が消費者庁にも寄せられております。その情報の真偽も含めて確認をして適切な対応を取らなければいけないとは思っておりますが、例えば福島県の方が福島県以外に移動した際にガソリンスタンドでの給油を断られたであるとか、あるいは宿泊しようと思ったときに施設で福島県の方であるということが分かった瞬間に宿泊を拒否されたであるとか、およそ聞いていてあってはならないことが次々と私たちのもとにも寄せられています。今、森委員がご指摘したように、子どもたちだけではなくて、福島県民の皆様方、今回の東日本大震災では、地震、そして津波の甚大な被害のみならず、原子力発電所の事故によるさらなるご心痛は幾ばかりかとも推察をいたします。その思いを少しでも軽減させるために、消費者担当としては、事実をしっかりと情報を出していく。そしてこういうことがあってはならないようにしていただきたい。その旨を私からもホームページ等を通じて、あるいは会見を通じて発信できる場所があったら、先生がご指摘のような趣旨にのっとって、発言をしていきたいと考えております。委員長。森雅子さん。大変ありがたいと思うんですが、私はやはり被災地の議員として、被災地の皆様の思いを、やはり厳しい声にして、訴えざるを得ませんが、震災からもう1ヶ月以上が経ちました。今、いろいろな情報がもう消費者庁に寄せられているとおっしゃいました。それに対して、今まで対応は行われていません。今、大臣がこれからホームページ等でそういったことがないように、訴えかけていくということはおっしゃいましたが、消費者庁のホームページで、そういったことがこの1ヶ月の間に行われなかったこと、このことに対しては、やはり強い抗議の意を示させていただきたいと思います。次にですね、総理の10年、20年住めないのではないかという発言について取り上げさせていただきたいと思います。この発言は、13日に官邸で松本健一内閣官房参与が菅総理と会った時の話として、会談直後に行った記者団への説明で、10年住めないのか、20年住めないのかということになってくると、そういう人々を住まわせるようなエコタウンを考えなくてはいけない。ということを言っていたと発言をしたという、そういう件でございます。これが報道で伝わってですね、地元はもう大パニックになりました。報道でご存知だと思いますけれども、計画的避難地域に指定された飯舘村の菅野村長が、少しでも早く戻れるようにするのが政治家の仕事なのに、これが政治家の言葉なのか、全く悲しくてならない、直ちに抗議すると、涙ながらに訴えました。村民からはそうだという声が上がりました。私のもとにも多くの方から意見が寄せられました。総理はその後、自分が言ったわけではないと否定をされたようでございますが、この会見を見ますと、会談直後に誤解を与えるような言い方で言っているわけではなく、断言をしています。官房長官は誤解を与えてしまったということで、総理が発言してないことを、誤解を与えるようなことを言ったということで、松本参与を注意という処分にしたということでございますが、こんなですね、地元民が泣いて苦しむ、10年、20年、戻れないんだと、今まで発表されていたあの数値は何だったんだ、そういった説明が全くないままに、このようなメッセージが出てきて、簡単に否定されても信じることはできません。もしこのようなことを総理が本当に言っていないのであれば、言っていない総理の言葉を断言の形で記者団の前で言った松本参与は、即刻罷免されるべきなんです。ところが簡単な注意処分で済んでいる。地元民はやっぱり総理が言ったんではないか。やっぱりそれほどひどい状況なのか。疑心暗鬼にさらされています。そしてそのことが地元民だけではなくて、結局、日本全国に風評被害として広がってしまうんです。今、福島県は地震、津波、原発事故、その30区に加えて、風評被害、この40区に苛まれています。政府が出すメッセージ、政府が出す数値、政府が出す発表、これが明確な裏付けがなく、そしてブレにブレ続ける、そのことで風評被害がますますひどくなっていく。私はそう思っているんです。蓮舫大臣は風評被害を解消にしてくださると、それに努めると、福島県に来ていただいたときに言ってくださいました。そのお考えからしてですね、総理がこのような発言をする、また発言をしたというように誤解をされる、そういう報道がされる、そのことが一番風評被害を増長しているとお思いになりませんか。蓮舫大臣。その発言については私はその席におりませんでしたので、事実関係は確認はしておりませんが、松本参与もその後総理の発言ではなかった、あるいは官房長官も総理の発言ではなかったというふうに聞いております。ただ今、森委員がご指摘したような風評がどこから生まれるのか。それは様々な噂であったり、あるいは事実に基づかない情報に基づいて、まさに拡大をしていくということがあると思います。政府の中からそういうような風評被害の種を生み出すというようなことは絶対あってはならない。それどころか私も含めて政府一丸となって今最もやらなければいけないのは福島で、避難をされている方、あるいは屋外退避をされて大変不便な、そして不安な生活を送っておられる方々、9日に私も福島に視察に行かせていただいて、いわき市の避難所で皆様方の声を聞きました。皆さん、一様におっしゃるのは、帰りたい。いつになったら帰れるのか。本当に悲痛な思いを受け止めました。私たちがやらなければいけないのは、原子力の事故を早く収束に向かわせて、一日でも早く皆さん方がご自身の住み慣れた家、まさに故郷で暮らすことができるように全面支援をすることだと思っています。それにこれからも邁進していきたいと考えています。委員長。森雅子さん。蓮舫大臣のおっしゃることいちいちもっともなんですが、すべての大臣がおっしゃっていることと全く同じなんです。抽象的なんです。私たち被災地のものはそんな曖昧な言葉が聞きたいんじゃないんです。一生懸命全力で努力するという言葉はもう聞き飽きました。蓮舫大臣が風評被害を解消すると。避難所に行ってふるさとに帰りたいという地元民の気持ちが分かったとおっしゃるんでしたらば、先ほどの総理の発言に対して何かアクションを起こされましたか。蓮舫大臣。まずすみません。避難所、いわき市と申し上げましたが、郡山市で訂正をさせていただきます。今、森委員のご指摘したアクションという意味がちょっと理解ができないんですけれども、取り立てて何かを起こしたということではございません。委員長。森雅子さん。私は風評被害を解消していきますと、蓮舫大臣が福島県で9日におっしゃった。その後、13日にこの総理の発言があった。そういうことであればですね、先週先生のような頑張ります、全力でやります、そういう言葉だけではなくて、例えば総理のところに行って、同じ内閣の一員ではないですか、閣議で顔も合わせるわけじゃないですか、そういうときに、いや、総理、言葉には気をつけてください、また松本参与に、これはもう私が言ってみてきた。福福島県の人が聞いたら絶望しますよと。そんなことを記者団に言ってはいけない。やはりそういうことを言っていただきたいし、例えば蓮舫大臣は事業仕分けの時にとてもズバズバッとおっしゃって、とても発信力があった。そういったことを今回の時に発揮をされてですね、すべての内閣の大臣にこういうような軽々しい発言はやめましょうというふうに呼びかけるとか、何かがあってもいいと思うんです。何にも動きが見えないので、地元民は本当に心から地元を救う、福島県を救う、東北を救う気持ちで動いているのかどうかということを疑わざるを得ないんだということを申し上げます。そして私たちは別に感情的になっているわけではなく、正確な情報というのは消費者に向けて発信をするべきだと思っています。むしろ発信していただきたいと思っています。農業者も水産業者もその他の中小企業者も、そして一般の市民もですね、政府は正しい情報を示していただきたいと思っています。ただ、その情報っていうのは何の根拠も示さない。単なる数字だけでは意味がないのです。情報というのは消費者にどのように受け止められて、理解されて、そして風評被害をなくしていくのか。私はその数字の発表の仕方、政府には大変な問題があると思っています。蓮舫大臣、消費者大臣から見ていてですね、この消費者に向けての発表の仕方について、何か問題がある、こういうふうに直していくべきだというようなお考えはございますか。蓮舫大臣。福島に行ったときに、生産者の方々と意見交換をさせていただいて、でそこで私が風評被害をなくすための努力をしたいと、今、森委員がご指摘したように発言をしました。食品安全、消費者担当としては、まずはこの飲食物、食べ物の安心と安全をしっかりと守っていく。その部分では、今、厚生労働省で暫定基準値を設けておりますので、その基準値を超えた野菜は市場には出回らない。今、市場に出ている福島県のものも、茨城県のものも、あるいは他の被災県のものも、すべて安心だという発信をしっかりとして、そしてそれが風評につながるような売られ方、あるいはそういうような、卸、あるいは生産者とのやり取りがあるのであれば、それは農林水産省と今まさにそういうことはあってはならないので、なくすための努力をしているところでございます。森雅子さん。今、その暫定基準値を下回っている野菜は、市場に出て安心なのでというメッセージを出しているとおっしゃいましたが、具体的にはどういうことをなさっているんでしょうか。蓮舫大臣。まずはホームページでは、厚生労働省の出している情報も一緒にリンクを貼る形で、今、どの野菜が出荷制限がかかっているのか、接触制限がかかっているのか、あるいは解除されたのか、この野菜は大丈夫、この野菜は出回っていないという情報は、随時更新をさせていただいております。あるいは、会見を行うときに、私の手元にある新しい情報で、こういうものが止まった、あるいはこういうものが、出ているというようなことは、言わせていただいております。森雅子さん。それでは全く足りないと思います。厚労省の、ページをリンクで貼っているだけでは、消費者庁として何かをやっているとは言えないんじゃないでしょうか。しかも厚労省のページ、ご覧になったことございます。蓮舫大臣。見ております。どのようにお感じになりますか。森雅子さんですね。委員長。森雅子さん。どのようにお感じになりますか。蓮舫大臣。厚生労働省のホームページ、やはりその所掌事務が多いから、一義的な感想なんですが、わかりづらいというのはあると思います。で、実は、消費者庁として、この食品安全を日本語でわかりやすく発信をしていく。厚生労働省のデータだけですと、つまり表だけですから、どういうふうに見ていいのか難しいものもあるので、それを噛み砕くという努力を私のところでもさせていただいているんですが、同時にまずは英語でも発信をしていく。日本にいる海外の方々、あるいは世界の方たちにも、その職員の安全の情報というのは提供していかなければいけない。実は厚生労働省のホームページ見たときに、英語の、ページに飛ぶ、バナーがわからなかったものですから、これ外務省も英語で情報を提供しているので、外務大臣と一緒にどういう形でそれを提供していけるのかを調整をしたところ、実は厚生労働省でも英語のページに飛ぶ部分のボタンが非常にわかりづらかったもので、今これを直しているところでございます。森雅子さん。私、今日は時間がないので、海外への、ことはですね、質問しませんけれども、今日は国内に限ってですね、ご質問したいと思うんですけれども、厚労省のページが分かりにくいのはその通りです。非常に分かりにくいんです。あれをそのままリンクを貼っているだけで、消費者庁としては何のメッセージも発していないということでは、私は全く、消費者庁として仕事をしていただいてないと、風評被害を受けている被災地の議員として厳しく申し上げたいと思います。また、蓮舫大臣は福島県にいらしたときに、農産物の小売店や卸業者など、流通過程を調べ、指導していくというふうにおっしゃいましたが、これをなさいましたか。蓮舫大臣。視察直後に、事務的に農林水産省とやり取りはしております。で、福島県産の野菜の価格もこれ下がっておりますので、そのことが風評被害としてどういうところに、どこに原因があるのか、その要因を今密な連携を取り確認するよう指示をしました。で、消費者庁ではそう価格下落の要因分析を農林水産省に依頼をして、今検討している段階です。今日の午後、その報告が上がってくる予定です。森雅子さん。小売店や卸業者へ指導するだけで足りるとお考えですか。蓮舫大臣。足りないのであれば、足りないところはどこがあるのかというのは、まず分析をした結果を見させていただいてから考えさせていただきます。森雅子さん。ですね、蓮舫大臣はこの後 JA 新福島の直売所、ここを視察された。その時に生産者の方からご意見をいただいたと思います。小売店や卸業者以外のですね、ところにも、これは大きな障壁がある。ここをですね、きちっと消費者大臣として動いていただかないと困るんですが、ここで得た大臣が考えた問題点というのは何でしょうか。蓮舫大臣。政府として市場に出回らない基準値を超えたもので、市場に出回ってもいいものは、やはり安心して食べていただきたいというメッセージは官房長官もはじめ、私もあるいは厚生労働大臣も農林大臣も、適時適切に行ってきています。ただ実際に現地に行くと、せっかく作って出した野菜が売れない、根がつかない。じゃあこれどこに原因があるのかというのは、私は所掌直接ではなかったものですから、かえって農林水産省と調整をして、分析をして、調べて、私ができることをやりたいという約束をしたところでございます。森雅子さん。違うんですよ。ここが消費者大臣の所掌の部分なんですよ。先ほどの小売店や卸売業者のところはね、他省庁の所掌でしょう。だけど私、その所掌を言うのも、本当は、気に食わないです。だって今平時じゃないんですもん。緊急時です。この普段のピラミッド構造で指示をしました、検討待ってますなんて言ってる場合じゃないんですよ。明日食べていくものを売って、農業者の方々、生活している方が多いんです、零細農家が。そして、卸とか小売りに噛んでない、この直売所に持ってっている高齢の方や、一人でやっている方、この方はですね、消費者大臣の直接の所掌じゃないですか。ここをどうするんですか。もう一回言ってください。蓮舫大臣。ここをどうするという意味をもう少し教えていただけませんか。森雅子さん。消費者というのは、お店に行って物を買うんです。それが消費者なんです。消費者に対してメッセージを出すとおっしゃいましたけども、直売所に何かしたんですか。直売所に行くお客さんに何か呼びかけたんですか？ホームページに書いただけだって。ホームページなんか誰も見ませんよ。電源だって通じないんですよ、被災地は。そのことを言ってるんです。臨場感がないんです。私たちは本当にちょっと来て、現場を見て、やりますって言って帰ってしまう。その後何にも動かないことに、毎日毎日失望感を感じているんです。被災地の人間は、こうやって私はここに来ると本当に違和感を感じますけれども、普通に生活ができてるわけじゃないんですよ。おととい、私が地元いわき市に行った時だって、避難所にいる女性の方に聞きましたよ。1ヶ月経って、現金がいくら手元に来ましたか？1万円です。1万円ですよ。これは、楢葉町という原発直下の町が、町長が何とかして基金を取り崩して配ってるお金です。町から1万しか来ないんです。1ヶ月経ってですよ。国からも来ない。東電からも来ない。県からも来ない。日赤の義援金も来ない。何も来ないんです。1万円で1ヶ月ですよ。信じられないことです。こういう生活をしている被災地に対してですね、やはり先ほどのような平時の指示では全く物事が動いていかないということを申し上げて次の質問に行きたいと思います。正確な情報を出す。それが消費者大臣のお仕事だとおっしゃいました。ただ、正確な情報を出すだけでは、これは私は風評被害の解消には至らないと思います。先ほどの総理の10年、20年発言もそうです。私たちは原発の収束の見通しを言ってくださいと。確かにずっと渇望してきました。そうしないと、先の人生設計が立てられないからです。それは、森議員いつなんでしょうか。毎日毎日聞かれますよ。来週かな？来月かな？それとももしかして、半年もかかるの？そういうふうに思っているんですよ。いきなり10年と言われた。20年と言われた。でももしかしたら、そんな怖い現実があるのかもしれない。でも、そういう発表をするときはですね、やはり、明確な情報分析に基づく、理由に基づく、根拠に基づく、情報の発表と、復興プランと、それとともにですね、もう一つのことが大切なんですよ。それが全てないんです。総理の言葉にも、官房長官の言葉にも、今までの出荷制限の時の数字の発表にも、何もないんです。情報を出すときに、消費者大臣、もう一つ付け加えなきゃいけないことは何だと思いますか？蓮舫大臣。これまでも情報を出す、そしてその情報を、ただ数字を出すだけでは分かりづらいというものをどういうふうに分かりやすく説明をするのかは、特段私も注意をしてきたつもりでございます。で、その部分において、森委員が今ご指摘のように、もっと、適切に出していくべきではないか。さらに言うと、現地の方たちの明日の見通し、3ヶ月後、半年後、一体どういう将来設計を描けるのかという声、当然これあると思っております。ただ、他方で、原子力発電所の事故が収束をしていない中において、いつまでに、こういう形で、お戻りいただけるという絵が描けないというのも、これも現実問題と今あるということはぜひご認識をいただきたいんですが、私としても少なくとも今政府で復興構想会議が立ち上がり6月までに新たな構想を作っていく、日本再生のための構想を描いていくわけですから、そこにおいてはどういうふうな具体的な工程が入るようにしていきたいと思っております。委員長。森雅子さん。蓮舫大臣、今私が言ったことに、膨らましてお答えになっていただきました。先ほどから質問に対して、何か蓮舫大臣の独自の考え方がなくて、私が言ったことを繰り返すということで、大変残念に思っています。私は、情報を出す、明確な根拠を出す、プランを出す、分かりやすく出す、当たり前なんです。だけど、それだけじゃもう信じられない。なんで信じられないんでしょう。地元民も信じられないし、消費者も信じられないから、風評被害がこれほどまでに止まらないんですよ。私の地元のいわき市は、観光業で年間1300万人の方がいらしてください。それがすべてキャンセルですよ。放射線の数値はご存知のように、東京とほとんど変わらない。非常に低い数値です。私の家もですね、原発からもう55キロぐらいのところ、非常に遠いんです。それでもなお、風評被害が止まらないのは、政府の発表にですね、そこにですね、何か足りないものがあるからなんです。それは、政治が責任を取るという姿勢なんですよ。この情報、この発表、この措置には、政治が責任を取る、その覚悟が見えないから、信頼できないから、風評被害が止まらないんだと私は思います。飯舘村の村長さんが泣きました。ああいう発表するときにはですね、復興プランももちろんそれを言っていただきたいですけども、守るからと。国が守るから、こらえてくれと。その一言が欲しいんですよ。数字を発表するときも、ただ数字を発表して、ベクレルとか、マイクロシーベルトとか、消費者にはわかりませんけれど、それによって出荷制限します。それで終わりです。その翌朝に、福島県の農家が自殺したんですよ。絶望で。それはやはり数字を発表するときに、消費者の皆さん、これは今、出荷制限をします。生産者の皆さんは、きっちり保証しますから。国が守りますから。冷静に、生産者の皆さんも消費者の皆さんも冷静に受け止めてくださいという、そういう政治からのメッセージがない。だから、信頼がないんです。4月11日に震災1ヶ月を迎えました。その日の夕方、いわき市は、またもや余震に見舞われました。本震よりも強い。余震と言っていいのかどうか、私はわかりませんが、人命も失われました。いわき市が震源地だから、非常に強い地震です。97% まで復旧した水道もまたズタズタになって、また今、市が必死の努力で 60% を超える復旧まで来ましたけれども、この大余震があって、いわき市がいっぱいテレビのニュースに出ていました。皆さんもご覧になったと思います。実はいわき市はあんまり報道されない、風評被害があって、マスコミも入らない地域ですけれども、この大余震は、ずーっと報道されました。夕方も報道されて、朝も報道された。そして、その日の11時に、私たちいわき市で、頑張っぺいわきというイベントをですね、新橋の SL 広場でやったんです。そこに野菜をいっぱい持ち込んで、これは店に出てる。基準値下回ってる。野菜だから安心です。食べてくださいっていうのをやりました。だけどそれをやるのに、前の日に大余震ですよ。道路も全部寸断されて、通行止めです。来るのにどんなに大変だったか。もうこれはイベントが中止になるのか。みんなが本当に心配したけれど、東京に出てきているいわき市出身の大学生がみんな集まって、売りっ子になってやったんです。そこに枝野官房長官がですね、挨拶に来て、あんなに全部皆さんがニュースで言っている。その売り子に来ている大学生も自分の実家のことが心配で心配でしょうがない。私と会うと、うちは平なんですけど、うちは旅人なんですけども、連絡つかないんですけれども、昨日は水道が止まって、そんな話をしているときに来て、トマトガブッと食べて、それがニュースに出ましたけど、ご挨拶のときに、一言もその余震について触れなかった。皆さん本当に今日ここに、来てやるの大変だったでしょ。頑張りましょうねって。やっぱり私たちはトップのそういう言葉が欲しい。それは作られた言葉ではなくて、いつも心に思ってないと出ないんだと思います。危機管理の時にはスケール感とスピード感が大切と言われますけれども、それプラス被災地に寄り添う気持ちが大切です。私たちは今の政府は全く寄り添っていただいてないというふうに強く思っています。今日はこの風評被害について蓮舫大臣にお伺いするのに、たくさん私、下調べをいたしました。そうしましたら、一つ質問するのに、関係省庁の方がたくさん部屋の中に来て、こんなにたくさんの方が縦割りで関わってて、本当に物が進むんだろうか、心配になりました。消費者庁というのは、このような縦割り省庁に横串を通す、これが設立の趣旨だったはずです。私たち消費者特別委員は、みんなその思いを抱えて、そしてこの消費者庁を作り上げたという自負があります。ところがこの震災の時に、全くその機能が果たされてないと思います。まず、厚労に質問しなきゃいけないんですけれども、なぜかといえば、被災地の農産物は3週連続100ベクレルを下がったら、出荷制限が解除されるというふうになっていますが、2日前にも、福島県の牛乳が一部、数値が下がったことが公表されたにもかかわらず、解除されてません。3週連続100ベクレル下がったのに解除されてません。これは何でしょうかというふうに質問したらたくさん来たんです、役人の方が。まず、伺いましょうかね、消費者大臣。なんでこれ、3週連続100ベクレル下がったら解除するっていうのは、誰がどのように調べて、誰が最後にその出荷制限を解除するのを決めて、誰が発表するんですか。蓮舫大臣。基本的にはリスク管理機関でありますので、厚生労働省で決めると聞いております。委員長、森雅子さん。違うと思いますので、分かる省庁の方、お答え願えますか。蓮舫大臣。失礼しました。原子力災害対策本部の指示を出すのは本部長、総理大臣です。森雅子さん。指示を出すのは総理大臣ですね。そこまで行くのに、どのような、その、省庁が関わっていくのかという質問なんです。わからなければ他の担当省庁の方、お答えください。中村資源エネルギー庁原子力安全保安院審議官。お答え申し上げます。出荷制限の指示でございますけれども、これは各都道府県の方が実施をいたしました食品の放射物質検査を集約をした結果、食品衛生法の暫定規制値を超えた品目が地域的広がりをもって検出された場合に行われます。具体的な手続き、プロセスでございますけれども、出荷制限の必要性が認められた場合におきましては、これは災害対策特別措置法に基づきまして、原子力災害対策本部長でございます総理大臣の方から、原子力安全委員会に意見を踏まえまして、各都道府県知事に関係事業者に対する出荷制限の要請を行うよう指示することにしてございます。これを受けまして、各都道府県知事が関係事業者に対して出荷制限を行うというプロセスでございます。委員長、森雅子さん。今の聞いてお分かりになる国民の方は少ないと思うんですけれども、私がですね、長時間ですね、省庁の方にレクチャーを受けて、私なりにまとめましたらですね、まず最初にですね、牛乳がですね、これ2日前に数値下がってるのでまだ解除されないので福島県大騒ぎなんですけどね、これ牛乳は県の職員が、牛舎に行って取ってくると。牛乳をまず取ってくると。それから千葉県に持っていくと。千葉県で厚労省の食品衛生法を担当する方がですね、それを分析する。そして、それから、原子力災害対策本部と。これは事務局は内閣府の中にあると。そこで、出荷制限を解いていいかどうかを検討する。検討するにあたっては、各省庁、農水省もいるし、経産省もいるし、いろんな省庁から出て意見を言うと。そして、最終的に総理の名前で原子力災害対策本部から発表されるということなんです。とっても分かりにくいシステムなんですけれど、分かりにくくても迅速に動いてくれればそれでいいんですけどもね、迅速性がないんですよ。先ほど言ったように災害の時にはピラミッドシステムではなくてフラットシステムでやっていただきたい。フラットにするために多分この災害対策本部があってそこに各省庁が入ってるんだと思いますけど、それがフラットでタイムラグを少なくして発表されるということにもなってないし、分かりやすい情報開示にもなってないんです。ところでお伺いしますけれども、この災害対策本部に各省庁が入ってる。そこに消費者庁は入ってるんですか。蓮舫大臣。はい、消費者担当大臣も本便に入ってます。委員長。森昌子さん。そこに入っているのであれば、この数字が発表をされるときにですね、先ほど言ったように、地元側に全くの説明もない、消費者に対する何のメッセージもない、そういったことで発表されないように、その会議で意見を言っていただきたいと思いますが、そのような意見を言っていただいたことがあるんでしょうか。蓮舫大臣。これまでにおいても、その発表の仕方というのは、常に官房長官、総理をはじめとして配慮をしてきたと私は思っております。ただ、森委員のおっしゃる通り、配慮がまだまだ足りないということでありましたら、次の会議開催のときには必ず言わせていただきます。委員長。森昌子さん。配慮があると思っている人いないと思いますよ。だって一番最初に牛乳が出荷制限になったときにも、地元は何も知らなかった。県も何も知らなかったと言ってますよ。いきなりニュースで知ったんです。私たちは数字を発表するなって言ってるんじゃないんです。出荷制限に圧力をかけるって言ってるんじゃないんです。事前に知らせていただく。そのことで、政府がですね、消費者に向けて、冷静にという呼びかけをしないんであれば、しないんですね、いつも。しないから、各町がですね、例えば川俣町、飯舘村、そこにもものすごく問い合わせが殺到する、その時にですね、説明ができるじゃないですか。それがニュースで出て、村長も町長も何も知らないで、何も知らないんだと。町長何やってんだお前と。そういうことになるんですよ。全く私、そのことからですね、ずーっとですね、自民党は与野党協議で、少なくともね、別に自民党に教えてくれって言ってんじゃないんですと。各町に、各村に、その首長に、直前にでもいいから、知らせてくれって、ずっと最初から申し入れてるじゃないですか。それなのに、その後、一回もそれが実現されたことがありますか。今回の計画的避難区域ですか。それから緊急準備区域。これの時にも、事前に地元には何の連絡もない。いきなりニュースで知る。レベルが5から7に上がる。これも何の事前の知らせもない。根拠も何の説明も市町村にない。県にもない。そしていきなりニュースで知る。毎回毎回そうなんですよ。消費者大臣が、災害対策本部に消費者大臣が入っているんであれば、それをしっかりと混乱のないように、風評被害のないようにしていただきたいと強く申し上げておきます。そして先ほどからその消費者大臣、食品のことをおっしゃっていますけれども、工業製品、観光業についてはどのようにお考えですか。蓮舫大臣。観光業並びに工業製品におきましても、ここにおいて風評被害というのがあってはいけない。それはそれぞれの省庁においてしっかりと対応しなければいけないと思っています。森昌子さん。いや、それぞれの省庁についててダメなんです。先ほどから申し上げております通りですね、消費者庁っていうのはですね、そもそもできた時の趣旨がですね、各府省庁がそれぞれの所管事項につき縦割りで情報を公表し、かつその内容が必ずしも国民にとって分かりやすいものとなっていないため、十分に国民に伝わっておらず、かえって不安を招いていると。情報の面、それから政策の面もそうなんです。すべてそれをですね、国民の不安を払拭するためには、国民消費者の目線で、適時適切な情報を提供する。消費者の立場に立った行政機関として動く、これが消費者庁なんです。蓮舫大臣、消費者庁のよって立つ法律って何だかご存知ですか。蓮舫大臣。消費者安全法と承知しております。森雅子さん。もう一度お願いします。蓮舫大臣。消費者安全法と承知しております。委員長。森雅子さん。消費者安全法も一つありますけれども、もっと大切なものが一つあると思います。蓮舫大臣。消費者庁と消費者委員会設置法と承知しています。委員長。森雅子さん。消費者大臣。消費者庁を設置するときの一番大切な法律は何ですか。蓮舫大臣。設置するときに一番大事なのは設置法だと承知しております。委員長。森雅子さん。設置法って今、略称でおっしゃいましたけど、何設置法ですか。蓮舫大臣。消費者庁食品安全委員会を消費者委員会を設置する法律です。森雅子さん。大変残念です。後ろの方も、ささやきは結構です。私今ちょっと確認のために質問しただけなんで、大変驚きました。大臣になった時にはですね、その、省庁のよって立つ法律、これは、勉強するものだと思います。私も、金融庁におりましたけれどね、大臣が来たら、まずご説明申し上げるんですよ、官僚が。そして、私が見ていた、私が仕えた大臣たちは、やはり自分の省庁の設置法っていうのはですね、いつも持ってました。読んでました。小さくコピーして、この胸に入れてる方もいらっしゃった。赤ペンで書いて。私、その名前まで言えないなんていうのは、今とってもびっくりしたんですけれど、今別に蓮舫大臣を、いじめるために私質問してるわけじゃないので、ただ驚いたということだけは申し上げておきたいと思います。今、正確なお答えはいただけませんでしたけれども、消費者庁設置法ですよね。消費者委員会設置法じゃないですね。消費者庁設置法です。消費者委員会ももちろんそれは設置法の中に入ってますけれどもね、消費者庁の設置法、消費者庁設置法なんですよ。消費者庁のそもそもの目的が書いてあるんですよ。それは今私が述べたものだから、それが書いてありますよねって確認しようと思ったら、それをご存知なかったということで大変びっくりしたんですけれども、読んだことがありますか。蓮舫大臣。正式法令名は消費者庁及び消費者委員会設置法でございます。当然読ませていただいております。森雅子さん。それでは、その中に書いてある諸々事務がですね、先ほどお答えになった製造業、観光業、そういうものも、すべての省庁を一元化してその調整をするというのが入っていることはご存知ですよね。ですから先ほどのように各担当省庁がやるものですという答えは、間違いなんですよ。消費者庁の仕事なんですよ。先ほど言ったように、それぞれ縦割りで災害時にうまくいってないものを一元化して消費者庁が司令塔でやるということを民主党さんも強く言ってできた省庁なんですよ。それが全く今動いていない。福島県では風評被害が一番問題なんです。原発被害担当大臣っていうのは確か海江田大臣だったかもしれませんが、その方が農業と水産業のことだけを言っております。農業と漁業もものすごい深刻ですけれども、いわき市で言えば東北地方第一位の製造品出荷額を誇る製造業、年間1300万人の入り込みがある観光業、これがですね、農作物のあの数字の発表に全く心ない消費者へのメッセージがね、消費者大臣、ないということで、その他の産業まで全てが今、仕事がないんです。明日にね、でももう会社を畳むしかないという、そういう深刻な悲鳴が上がっていて、そのことでもう地域経済は存亡の危機。避難所にいる方々も雇用を確保するったって、雇用の場がなくなってしまうんですよ。私はそのことを、質問するのにね、消費者庁の方呼んだら、いや、何もわかんないってことで、それで各省庁の方に来ていただいてね、一つ一つ聞きましたけれども、やっぱり平時の対応でゆっくりです。すべてもう一つ一つ、言いませんけれどもね、工業製品の検査のことや、文科省が土壌、空気をやっているけれども、海水は東電で、水は厚労省で、それがバラバラに発表されて、何の説明もないとかね。そういうことはですね、やはり消費者庁がしっかりとやっていただきたいということを強く申し上げます。そして、それぞれのですね、この風評被害に対する補償です。これについても、どこもやってない。風評被害に対する補償については、どうお考えですか。蓮舫大臣。今朝、閣議の前に原子力災害被害者に原子力発電所事故による経済被害対策本部が開催されました。で、ここにおいて原子力災害被害者に対する緊急支援措置についての案を決定したところでございます。で、原子力損害の範囲の判定の指針等が定められて、被害者に対する賠償が実施されることになるんですが、この指針を定めるまでにやはり相当な時間がかかることが想定されるものですが、その間、厳しい生活環境に鑑み、速やかに支援措置を講じることが必要であるということに考えまして、減災法の規定に基づく指示に従って、避難、屋内退去を行っている住民の方々に対して、東京電力から、当面の必要な資金を可及的速やかに給付するということを決定すると同時にですね、出荷停止等を余儀なくされた農林水産者、水産業者、中小企業の方々をはじめとする原子力損害被害者が適切な賠償をできる限り速やかに受けられるように、必要な支援を講じることを決定をいたしました。今後具体的にどのように、その賠償を仮払いも含めて進めていくのかは、この本部において決めていくことになります。森雅子さん。大臣、それは官僚が書きになったペーパーをそのまま書いてるから気づいてないかもしれませんけれど、風評被害の方に対する補償については何も書かれていません。今は避難してる人、屋内退避をしている人、出荷停止を余儀なくされた方々と言いましたけれど、風評被害に対してはどのような補償をしていくのか聞いてるんです。蓮舫大臣。出荷停止等を余儀なくされた農林水産業者、中小企業の方々をはじめとする原子力損害被害者ですので、これは例示で挙げておりますので、はじめという部分に風評被害の方たちをどのように入れていくのか、消費者担当の立場としては、やはりここは幅広く読んでいただきたいと考えています。森雅子さん。幅広く読むのではなくて、幅広く書いてください。今のところには、風評被害の方たちまで補償するということが書き込まれていませんね。そうすると消費者大臣としては、そこは含まれているというお考えであるということで伺ってよろしいですか。蓮舫大臣。風評被害も実に幅広く今出ておりますので、どこまで読むのかというのを今聞かれて、私の権限では、私の思いとしては、できるだけ幅広く入れていきたいと考えています。森雅子さん。いつまでたってもその風評被害の地域に対する補償というのが全く明確に政府から提示されないんです。私、震災があってすぐの予算委員会で質問させていただいてね、それに対しては因果関係があるもの、風評被害に関しては因果関係があるものは補償されますという、それは東電からですね、そういう法律的な全く型にはまったような答弁しかいただけませんでした。それに対しては、やはり人災ですので、地震津波と違って原発事故と、それに対する発表の仕方がいい加減であるということ、そして、それに対する政府の姿勢に不安を持っていることによって広がっている風評被害は、私たちは人災だと思っています。人災であるならば、それを起こした者が責任を持って対処していただきたい。風評被害については、政府が責任を持って対処をするという姿勢が全く見えないんです。私は風評被害についての補償についてですね、明確に政府に方針を出していただきたい。確かにおっしゃったように幅はあるでしょう。だけど、幅があるからといって、ゼロでは困るんです。それについて、今、ゼロ以上、何かするというような答弁も全くないんですよ。補償がされるのかされないのか、不安な中で、明日の仕事がない中で、みんな生活をしているんです。もう1ヶ月経ったんです。しっかりとした取り組みをお願いします。そして、先ほどから申し上げてます、数値の発表ですけれども、突然発表されて、パニックに陥る。そのことの一つに、放射線測定器が非常に不足しているという現状があります。これについて、私、これ最後の質問にいたしますけれども、この測定器、これを原発の被災市町村にですね、しっかりと設置をしていただく、きめ細かく設置をしていただくということをお願いしたいんですが、消費者大臣、いかがでしょう。蓮舫大臣。ご指摘の通りでありまして、モニタリングスポットの部分をもう少しきめ細かく増やしていくことが、結果として暫定値を超えた超えないの食品の安全、その出荷にもつながってまいりますので、それはもうすでに私から農林水産大臣に直接強く要請をしています。森雅子さん。引き続きお願いをしたいと思います。私の本日の質問、厳しくなりましたけれども、被災地のものはですね、3日前の余震からもお風呂も入れずに、水も飲み水もなく、本震の時と全く同じ状況に戻って、もうただ耐えるだけの毎日です。ぜひですね、現場のその思いを分かっていただいて、迅速な、そして思いやりのある行動をお願いしたい。それを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。ご異議ないと認め、採用決定いたします。消費者問題に関しての総合的な対策事実に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件並びに、消費者安全法第13条第4項の規定に基づく消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。森雅子さん。自民党の森雅子です。本日はよろしくお願いします。はじめに質問時間について与党に配慮をいただきましたこと、感謝申し上げます。まず、今日は私、最初に今日のニュースをご紹介したいんですけれども、スポーツ新聞に福島から避難の子どもに放射線うつるといじめられたという記事が出ておりました。福島県から他県に避難した子どもが公園で遊んでいたところ、言葉が、アクセントが違かった。まあ、私もよく質問の時に指摘されます。それで、あなた、どこから来たのと言われて、福島県から来たと言ったら、放射線が映るなどと言われ、いじめられたと。子どもたちは泣きながら家に帰ったという記事がありました。市の教育委員会は、避難者の気持ちを考えて、言動に注意するように通達を出したということが書いてありますけれども、まあ、実はこのことだけではなくて、各地で同じようなことが起きています。これも大きな風評被害、風評被害が人的な、差別にまで及んでいるということだと思います。このことに関して、蓮舫大臣のご感想、ご意見をいただきたいと思います。蓮舫消費者及び食品安全担当大臣。ご指摘いただいたそのニュースは私も記事で読みました。あってはならないことだと思っています。子どもには何の罪もない。放射線が映るということも科学的根拠もない。まさにそうした事態が起きてしまった。じゃあこれから起きないようにするためにどうすればいいのかも含めて、まずは一義的には文部科学省で適切な指導をしていただきたい。つい先ほど参議院本会議がありましたもので、私の隣の席におりました林久美子文部科学大臣政務官にも、私からこういうことはあってはならないので、適切な対応をお願いしたいと言ったところでございます。森雅子さん。実は、事故当初、いわき市から東京に避難した子どもが、そのまま着のみ着のまま避難したものですから、学校の制服を着ていた。胸に学校の名前が書いてあった。その時に電車の中で、お前ら来るなと、放射能が映ると言われたという事件もありました。避難先で近くの学校に通えることになっておりますが、そこでいじめを受けるので、もう学校に行きたくない。他の学校に行くときには、一人ではなくて、同じ地域の子どもたち10人ぐらい集めてほしいという保護者の希望も出ているようでございます。今、蓮舫大臣がおっしゃられたとおり、このようなことはあってはならないことです。蓮舫大臣も2人のお子さんのお母さん、私も2人の子どもを育てています。子どもたちにこのような思いをさせないために、文部科学省に適切な指導をお願いすることはもちろんですが、やはり風評被害を解消していくこと、これがこのことの解決にもつながるのではないかと思っています。つまり子どもたちは大人の会話を聞いて、そしてそれが子ども同士のそういったやり取りに出てくるんだと思います。大人がどうしよう危ないんじゃないかしら、隣にいない方がいいんじゃないかしら。大人同士でも電車の中で、福島県の人、この車両に乗ってないよねという、そういう会話があり、実は乗っていた福島県民が私に電話をしてきたということもありました。そういったことをなくしていくために、広く消費者大臣として、消費者の皆様に正しい情報ですね、先ほどのように、放射線が人から人へ移ることはありません。そのようなことをですね、訴えていただきたいと思うのですが、文部科学政務官にですね、耳打ちをしていただくだけではない、この大臣としての今後の何かアクション、これについて何かご決意をいただきたいと思いますが。蓮舫大臣。さまざまな情報が消費者庁にも寄せられております。その情報の真偽も含めて確認をして適切な対応を取らなければいけないとは思っておりますが、例えば福島県の方が福島県以外に移動した際にガソリンスタンドでの給油を断られたであるとか、あるいは宿泊しようと思ったときに施設で福島県の方であるということが分かった瞬間に宿泊を拒否されたであるとか、およそ聞いていて、あってはならないことが次々と私たちのもとにも寄せられています。今、森委員がご指摘したように、子どもたちだけではなくて、福島県民の皆様方、今回の東日本大震災では、地震、そして津波の甚大な被害のみならず、原子力発電所の事故によるさらなるご心痛は幾くばかりかとも推察をいたします。その思いを少しでも軽減させるために、消費者担当としては、事実をしっかりと情報を出していく。そしてこういうことがあってはならないようにしていただきたい。その旨を私からもホームページ等を通じて、あるいは会見を通じて発信できる場所があったら、先生がご指摘のような趣旨にのっとって、発言をしていきたいと考えております。委員長。森雅子さん。大変ありがたいと思うんですが、私はやはり被災地の議員として、被災地の皆様の思いを、やはり厳しい声にして、訴えざるを得ませんが、震災からもう1ヶ月以上が経ちました。今、いろいろな情報がもう消費者庁に寄せられているとおっしゃいました。それに対して、今まで対応は行われていません。今、大臣がこれからホームページ等でそういったことがないように訴えかけていくということはおっしゃいましたが、消費者庁のホームページで、そういったことがこの1ヶ月の間に行われなかったこと、このことに対しては、やはり強い抗議の意を示させていただきたいと思います。次にですね、総理の10年、20年住めないのではないかという発言について取り上げさせていただきたいと思います。この発言は、13日に官邸で、松本健一内閣官房参与が菅総理と会った時の話として、会談直後に行った記者団への説明で、10年住めないのか、20年住めないのかということになってくると、そういう人々を住まわせるようなエコタウンを考えなくてはいけないということを言っていたと発言をしたという、そういう件でございます。これが報道で伝わってですね、地元はもう大パニックになりました。報道でご存知だと思いますけれども、計画的避難地域に指定された飯舘村の菅野村長が、少しでも早く戻れるようにするのが政治家の仕事なのに、これが政治家の言葉なのか、全く悲しくてならない。直ちに抗議すると、涙ながらに訴えました。村民からはそうだという声が上がりました。私のもとにも多くの方から意見が寄せられました。総理はその後、自分が言ったわけではないと否定をされたようでございますが、この会見を見ますと、会談直後に誤解を与えるような言い方で言っているわけではなく、断言をしています。官房長官は誤解を与えてしまったということで、総理が発言してないことを、誤解を与えるようなことを言ったということで、松本参与を注意という処分にしたということでございますが、こんなですね、地元民が泣いて、苦しむ、10年、20年、戻れないんだと、今まで発表されていたあの数値は何だったんだ、そういった説明が全くないままに、このようなメッセージが出てきて、簡単にその職員の安全の情報というのは提供していかなければいけない、実は厚生労働省のホームページ見たときに、英語の、ページに飛ぶ、バナーが分からなかったものですから、これ外務省も英語で情報を提供しているので、外務大臣と一緒にどういう形でそれを提供していけるのかを調整をしたところ、実は厚生労働省でも英語のページに飛ぶ部分のボタンが非常に分かりづらかったもので、今これを直しているところでございます。森雅子さん。私、今日は時間がないので、海外への、ことはですね、質問しませんけれども、今日は国内に限ってですね、ご質問したいと思うんですけれども、厚労省のページが分かりにくいのはその通りです。非常に分かりにくいんです。あれをそのままリンクを貼っているだけで、消費者庁としては何のメッセージも発していないということでは、私は全く、消費者庁として仕事をしていただいてないと、風評被害を受けている被災地の議員として厳しく申し上げたいと思います。また、蓮舫大臣は福島県にいらしたときに、農産物の小売店や卸業者など、流通過程を調べ、指導していくというふうにおっしゃいましたが、これをなさいましたか。蓮舫大臣。視察直後に、事務的に農林水産省とやり取りはしております。で、福島県産の野菜の価格もこれ下がっておりますので、そのことが風評被害としてどういうところに、どこに原因があるのか、その要因を今密な連携を取り確認するよう指示をしました。で、消費者庁ではそう価格下落の要因分析を農林水産省に依頼をして、今検討している段階です。今日の午後、その報告が上がってくる予定です。委員長。森雅子さん。小売店や卸業者へ指導するだけで足りるとお考えですか。蓮舫大臣。足りないのであれば、足りないところはどこがあるのかというのは、まず分析をした結果を見させていただいてから考えさせていただきます。森雅子さん。ですね、蓮舫大臣はこのあと JA 新福島の直売所、ここを視察された、その時に生産者の方からご意見をいただいたと思います。小売店や卸業者以外のですね、ところにも、これは大きな障壁がある。ここをですね、きちっと消費者大臣として動いていただかないと困るんですが、ここで得た大臣が考えた問題点というのは何でしょうか。蓮舫大臣。政府として市場に出回らない基準値を超えたもので、市場に出回ってもいいものはやはり安心して食べていただきたいというメッセージは官房長官もはじめ、私もあるいは厚生労働大臣も農林大臣も、適時適切に行ってきています。ただ実際に現地に行くと、せっかく作って出した野菜が売れない、根がつかない。じゃあこれどこに原因があるのかというのは、私は所掌直接ではなかったものですから、かえって農林水産省と調整をして、分析をして、調べて、私ができることをやりたいという約束をしたところでございます。森雅子さん。違うんですよ。ここが消費者大臣の所掌の部分なんですよ。先ほどの小売店や卸売業者のところはね、他省庁の所掌でしょう。だけど私、その所掌を言うのも、本当は、気に食わないです。だって今、平時じゃないんですもん。緊急時です。この、普段のピラミッド構造で、指示をしました、検討待ってますなんて言ってる場合じゃないんですよ。明日食べていくものを売って、農業者の方々、生活している方が多いんです、零細農家が。そして、卸とか小売りに噛んでない、この直売所に持ってっている高齢の方や、一人でやっている方、この方はですね、消費者大臣の直接の所掌じゃないですか。ここをどうするんですか。もう一回言ってください。蓮舫大臣。ここをどうするという意味をもう少し教えていただけませんか。森雅子さん。消費者というのは、お店に行って物を買うんです。それが消費者なんです。消費者に対してメッセージを出すとおっしゃいましたけれども、直売所に何かしたんですか。直売所に行くお客さんに何か呼びかけたんですか。ホームページに書いただけだって、ホームページなんか誰も見ませんよ。電源だって通じないんですよ、被災地は。そのことを言ってるんです。臨場感がないんです。私たちは、本当にちょっと来て、現場を見て、やりますって言って帰ってしまう。その後何にも動かないことに、毎日毎日失望感を感じているんです。被災地の人間は、こうやって、私はここに来ると本当に違和感を感じますけれども、普通に生活ができてるわけじゃないんですよ。おととい、私が地元いわき市に行った時だって、避難所にいる女性の方に聞きましたよ。1ヶ月経って、現金がいくら手元に来ましたか。1万円です。1万円ですよ。これは、楢葉町という原発直下の町が、町長が何とかして基金を取り崩して配ってるお金です。町から1万しか来ないんです。1ヶ月経ってですよ。国からも来ない。東電からも来ない。県からも来ない。日赤の義援金も来ない。何も来ないんです。1万円で1ヶ月ですよ。信じられないことです。こういう生活をしている被災地に対してですね、やはり先ほどのような平時の指示では全く物事が動いていかないということを申し上げて次の質問に行きたいと思います。正確な情報を出す。それが消費者大臣のお仕事だとおっしゃいました。ただ、正確な情報を出すだけでは、これは私は風評被害の解消には至らないと思います。先ほどの総理の10年、20年発言もそうです。私たちは原発の収束の見通しを言ってくださいと。確かにずっと渇望してきました。そうしないと、先の人生設計が立てられないからです。それは、森議員いつなんでしょうか。毎日毎日聞かれますよ。来週かな？来月かな？それとももしかして、半年もかかるの？そういうふうに思っているんですよ。いきなり10年と言われた。20年と言われた。でももしかしたら、そんな怖い現実があるのかもしれない。でも、そういう発表をするときはですね、やはり、明確な情報分析に基づく、理由に基づく、根拠に基づく、情報の発表と、復興プランと、それとともにですね、もう一つのことが大切なんですよ。それが全てないんです。総理の言葉にも、官房長官の言葉にも、今までの出荷制限の時の数字の発表にも、何もないんです。情報を出すときに、消費者大臣、もう一つ付け加えなきゃいけないことは何だと思いますか。蓮舫大臣。これまでも情報を出す、そしてその情報を、ただ数字を出すだけでは分かりづらいというものをどういうふうに分かりやすく説明をするのかは、特段私も注意をしてきたつもりでございます。で、その部分において、森委員が今ご指摘のように、もっと、適切に出していくべきではないか。さらに言うと、現地の方たちの明日の見通し、3ヶ月後、半年後、一体どういう将来設計を描けるのかという声、当然これあると思っております。ただ、他方で、原子力発電所の事故が収束をしていない中において、いつまでに、こういう形で、お戻りいただけるという絵が描けないというのも、これも現実問題と今あるということはぜひご認識をいただきたいんですが、私としても少なくとも今政府で復興構想会議が立ち上がり、6月までに新たな構想を作っていく、日本再生のための構想を描いていくわけですから、そこにおいてはどういうふうな具体的な工程が入るようにしていきたいと思っております。委員長。森雅子さん。蓮舫大臣、今私が言ったことに、膨らましてお答えになっていただきました。先ほどから質問に対して、何か蓮舫大臣の独自の考え方がなくて、私が言ったことを繰り返すということで、大変残念に思っています。私は、情報を出す、明確な根拠を出す、プランを出す、分かりやすく出す、当たり前なんです。だけど、それだけじゃもう信じられない。なんで信じられないんでしょう。地元民も信じられないし、消費者も信じられないから、風評被害がこれほどまでに止まらないんですよ。私の地元のいわき市は、観光業で年間1300万人の方がいらしてください。それが全てキャンセルですよ。放射線の否定されても信じることはできません。もし、このようなことを総理が本当に言っていないのであれば、言っていない総理の言葉を断言の形で記者団の前で言った松本参与は、即刻罷免されるべきなんです。ところが簡単な注意処分で済んでいる。地元民はやっぱり総理が言ったんではないか。やっぱりそれほどひどい状況なのか。疑心暗鬼にさらされています。そしてそのことが地元民だけではなくて、結局、日本全国に風評被害として広がってしまうんです。今、福島県は、地震、津波、原発事故、その30区に加えて、風評被害、この40区に苛まれています。政府が出すメッセージ、政府が出す数値、政府が出す発表、これが明確な裏付けがなく、そしてブレにブレ続ける、そのことで風評被害がますますひどくなっていく。私はそう思っているんです。蓮舫大臣は風評被害を解消にしてくださると、それに努めると、福島県に来ていただいたときに言ってくださいました。そのお考えからしてですね、総理がこのような発言をする、また発言をしたというように誤解をされる、そういう報道がされる、そのことが一番風評被害を増長しているとお思いになりませんか。蓮舫大臣。その発言については私はその席におりませんでしたので、事実関係は確認はしておりませんが、松本参与もその後総理の発言ではなかった、あるいは官房長官も総理の発言ではなかったというふうに聞いております。ただ今、森委員がご指摘したような風評がどこから生まれるのか、それは様々な噂であったり、あるいは事実に基づかない情報に基づいて、まさに拡大をしていくということがあると思います。政府の中からそういうような風評被害の種を生み出すというようなことは絶対あってはならない。それどころか私も含めて政府一丸となって今最もやらなければいけないのは福島で、避難をされている方、あるいは屋外退避をされて大変不便な、そして不安な生活を送っておられる方々、9日に私も福島に視察に行かせていただいて、いわき市の避難所で皆様方の声を聞きました。皆さん、一様におっしゃるのは、帰りたい。いつになったら帰れるのか。本当に悲痛な思いを受け止めました。私たちがやらなければいけないのは、原子力の事故を早く収束に向かわせて、一日でも早く皆さん方がご自身の住み慣れた家、まさに故郷で暮らすことができるように全面支援をすることだと思っています。それにこれからも邁進していきたいと考えています。委員長。森雅子さん。蓮舫大臣のおっしゃることをいちいちもっともなんですが、すべての大臣がおっしゃっていることと全く同じなんです。抽象的なんです。私たち被災地のものはそんな曖昧な言葉が聞きたいんじゃないんです。一生懸命全力で努力するという言葉はもう聞き飽きました。蓮舫大臣が風評被害を解消すると。避難所に行ってふるさとに帰りたいという地元民の気持ちが分かったとおっしゃるんでしたらば、先ほどの総理の発言に対して何かアクションを起こされましたか。蓮舫大臣。まずすみません。避難所、いわき市と申し上げましたが、郡山市で訂正をさせていただきます。今、森委員のご指摘したアクションという意味がちょっと理解ができないんですけれども、取り立てて何かを起こしたということではございません。委員長。森雅子さん。私は風評被害を解消していきますと、蓮舫大臣が福島県で9日におっしゃった、その後13日にこの総理の発言があった、そういうことであればですね、先週先生のような頑張ります、全力でやります、そういう言葉だけではなくて、例えば総理のところに行って、同じ内閣の一員ではないですか、閣議で顔も合わせるわけじゃないですか、そういうときに、いや、総理、言葉には気をつけてください、また松本参与に、これはもう、私が行ってみてきた福島県の人が聞いたら、絶望しますよ、そんなことを記者団に言ってはいけない。やはりそういうことを言っていただきたいし、例えば、蓮舫大臣は事業仕分けのときに、とてもズバズバっとおっしゃって、とても発信力があった、そういったことを今回のときに発揮をされてですね、すべての内閣の大臣に、こういうような軽々しい発言はやめましょうというふうに呼びかけるとか、何かがあってもいいと思うんです。何にも動きが見えないので、地元民は本当に心から地元を救う、福島県を救う、東北を救う気持ちで動いているのかどうかということを疑わざるを得ないんだということを申し上げます。そして私たちは別に感情的になっているわけではなく、正確な情報というのは消費者に向けて発信をするべきだと思っています。むしろ発信していただきたいと思っています。農業者も水産業者もその他の中小企業者も、そして一般の市民もですね、政府は正しい情報を示していただきたいと思っています。ただ、その情報っていうのは何の根拠も示さない、単なる数字だけでは意味がないのです。情報というのは消費者にどのように受け止められて、理解されて、そして風評被害をなくしていくのか。私はその数字の発表の仕方、政府には大変な問題があると思っています。蓮舫大臣、消費者大臣から見ていてですね、この消費者に向けての発表の仕方について、何か問題がある、こういうふうに直していくべきだというようなお考えはございますか。蓮舫大臣。福島に行ったときに、生産者の方々と意見交換をさせていただいて、でそこで私が風評被害をなくすための努力をしたいと、今、森委員がご指摘したように発言をしました。食品安全、消費者担当としては、まずはこの飲食物、食べ物の安心と安全をしっかりと守っていく。その部分では、今、厚生労働省で暫定基準値を設けておりますので、その基準値を超えた野菜は市場には出回らない。今、市場に出ている福島県のものも、茨城県のものも、あるいは他の被災県のものも、すべて安心だという発信をしっかりとして、そしてそれが風評につながるような売られ方、あるいはそういうような、卸、あるいは生産者とのやり取りがあるのであれば、それは農林水産省と今まさにそういうことはあってはならないので、なくすための努力をしているところでございます。森雅子さん。今、その暫定基準値を下回っている野菜は、市場に出て安心なのでというメッセージを出しているとおっしゃいましたが、具体的にはどういうことをなさっているんでしょうか。蓮舫大臣。まずはホームページでは、厚生労働省の出している情報も一緒にリンクを貼る形で、今、どの野菜が出荷制限がかかっているのか、接触制限がかかっているのか、あるいは解除されたのか、この野菜は大丈夫、この野菜は出回っていないという情報は、随時更新をさせていただいております。あるいは、会見を行うときに、私の手元にある新しい情報で、こういうものが止まった、あるいはこういうものが、出ているというようなことは、言わせていただいております。森雅子さん。それでは全く足りないと思います。厚労省の、ページをリンクで貼っているだけでは、消費者庁として何かをやっているとは言えないんじゃないでしょうか。しかも厚労省のページ、ご覧になったことございます。蓮舫大臣。見ております。どのようにお感じになりますか。森雅子さんですね。委員長。森雅子さん。どのようにお感じになりますか。蓮舫大臣。厚生労働省のホームページ、やはりその所掌事務が多いから、一義的な感想なんですが、わかりづらいというのはあると思います。で、実は、消費者庁として、この食品安全を日本語でわかりやすく発信をしていく。厚生労働省のデータだけですと、つまり表だけですから、どういうふうに見ていいのか難しいものもあるので、それを噛み砕くという努力を私のところでもさせていただいているんですが、同時にまずは英語でも発信をしていく。日本にいる海外の方々、あるいは世界の方たちにも、数値はご存知のように、東京とほとんど変わらない。非常に低い数値です。私の家もですね、原発からもう55キロぐらいのところ、非常に遠いんです。それでもなお、風評被害が止まらないのは、政府の発表にですね、そこにですね、何か足りないものがあるからなんです。それは、政治が責任を取るという姿勢なんですよ。この情報、この発表、この措置には、政治が責任を取る、その覚悟が見えないから、信頼できないから、風評被害が止まらないんだと私は思います。飯舘村の村長さんが泣きました。ああいう発表をするときにはですね、復興プランももちろんそれを言っていただきたいですけども、守るからと。国が守るから、こらえてくれと。その一言が欲しいんですよ。数字を発表するときも、ただ数字を発表して、ベクレルとか、マイクロシーベルトとか、消費者には分かりませんけれど、それによって出荷制限します。それで終わりです。その翌朝に、福島県の農家が自殺したんですよ。絶望で。それはやはり数字を発表するときに、消費者の皆さん、これは今、出荷制限をします。生産者の皆さんは、きっちり保障しますから、国が守りますから、冷静に、生産者の皆さんも消費者の皆さんも冷静に受け止めてくださいという、そういう政治からのメッセージがない。だから、信頼がないんです。4月11日に震災1ヶ月を迎えました。その日の夕方、いわき市は、またもや余震に見舞われました。本震よりも強い。余震と言っていいのかどうか、私はわかりませんが、人命も失われました。いわき市が震源地だから、非常に強い地震です。97% まで復旧した水道もまたズタズタになって、また今、市が必死の努力で 60% を超える復旧まで来ましたけれども、この大余震があって、いわき市がいっぱいテレビのニュースに出ていました。皆さんもご覧になったと思います。実はいわき市はあんまり報道されない、風評被害があって、マスコミも入らない地域ですけれども、この大余震は、ずっと報道されました。夕方も報道されて、朝も報道された。そして、その日の11時に、私たちいわき市で、頑張っぺいわきというイベントをですね、新橋の SL 広場でやったんです。そこに野菜をいっぱい持ち込んで、これは店に出てる。基準値下回ってる。野菜だから安心です。食べてくださいっていうのをやりました。だけどそれをやるのに、前の日に大余震ですよ。道路も全部寸断されて、通行止めです。来るのにどんなに大変だったか。もうこれはイベントが中止になるのか。みんなが本当に心配したけれど、東京に出てきているいわき市出身の大学生がみんな集まって、売り子になってやったんです。そこに枝野官房長官がですね、挨拶に来て、あんなに全部皆さんがニュースで言っている。その売り子に来ている大学生も自分の実家のことが心配で心配でしょうがない。私と会うと、うちは平なんですけど、うちは旅人なんですけども、連絡つかないんですけれども、昨日は水道が止まって、そんな話をしているときに来て、トマトガブッと食べて、それがニュースに出ましたけど、ご挨拶のときに、一言もその余震について触れなかった。皆さん本当に今日ここに、来てやるの大変だったでしょ。頑張りましょうねって。やっぱり私たちはトップのそういう言葉が欲しい。それは作られた言葉ではなくて、いつも心に思ってないと出ないんだと思います。危機管理の時にはスケール感とスピード感が大切と言われますけれども、それプラス被災地に寄り添う気持ちが大切です。私たちは今の政府は全く寄り添っていただいてないというふうに強く思っています。今日はこの風評被害について蓮舫大臣にお伺いするのに、たくさん私、下調べをいたしました。そうしましたら、一つ質問するのに、関係省庁の方がたくさん部屋の中に来て、こんなにたくさんの方が縦割りで関わってて、本当に物が進むんだろうか、心配になりました。消費者庁というのは、このような縦割り省庁に横串を通す、これが設立の趣旨だったはずです。私たち消費者特別委員会は、委員は、みんなその思いを抱えて、そしてこの消費者庁を作り上げたという自負があります。ところがこの震災の時に全くその機能が果たされてないと思います。まず、厚労に質問しなきゃいけないんですけれども、なぜかといえば、被災地の農産物は3週連続100ベクレルを下がったら、出荷制限が解除されるというふうになっていますが、2日前にも、福島県の牛乳が一部、数値が下がったことが公表されたにもかかわらず、解除されてません。3週連続100ベクレル下がったのに解除されてません。これは何でしょうかというふうに質問したら、たくさん来たんです、役人の方が。まず、伺いましょうかね、消費者大臣。なんでこれ、3週連続100ベクレル下がったら解除するっていうのは、誰がどのように調べて、誰が最後にその出荷制限を解除するのを決めて、誰が発表するんですか。蓮舫大臣。基本的にはリスク管理機関でありますので、厚生労働省で決めると聞いております。委員長、森雅子さん。違うと思いますので、分かる省庁の方、お答え願えますか。蓮舫大臣。失礼しました。原子力災害対策本部の指示を出すのは本部長、総理大臣です。森雅子さん。指示を出すのは総理大臣ですね。そこまで行くのに、どのようなその省庁が関わっていくのかという質問なんです。分からなければ他の担当省庁の方、お答えください。中村資源エネルギー庁原子力安全保安院審議官。申し上げます。出荷制限の指示でございますけれども、これは各都道府県の方が実施をいたしました食品の放射物質検査を集約をした結果、食品衛生法の暫定規制値を超えた品目が地域的広がりをもって検出された場合に行われます。具体的な手続き、プロセスでございますけれども、出荷制限の必要性が認められた場合におきましては、これは災害対策特別措置法に基づきまして、原子力災害対策本部長でございます総理大臣の方から、原子力安全委員会に意見を踏まえまして、各都道府県知事に関係事業者に対する出荷制限の要請を行うよう指示することにしてございます。これを受けまして、各都道府県知事が関係事業者に対して出荷制限を行うというプロセスでございます。委員長、森雅子さん。今の聞いてお分かりになる国民の方、少ないと思うんですけれども、私がですね、長時間ですね、省庁の方にレクチャーを受けて、私なりにまとめましたらですね、まず最初にですね、牛乳がですね、これ2日前に数値下がってるのでまだ解除されないので福島県大騒ぎなんですけどね、これ牛乳は県の職員が、牛舎に行って取ってくると。牛乳をまず取ってくると。それから千葉県に持っていくと。千葉県で厚労省の食品衛生法を担当する方がですね、それを分析する。そして、それから、原子力災害対策本部と。これは事務局は内閣府の中にあると。そこで、出荷制限を解いていいかどうかを検討する。検討するにあたっては、各省庁、農水省もいるし、経産省もいるし、いろんな省庁から出て意見を言うと。そして、最終的に総理の名前で原子力災害対策本部から発表されるということなんです。とっても分かりにくいシステムなんですけれど、分かりにくくても迅速に動いてくれればそれでいいんですけどもね、迅速性がないんですよ。先ほど言ったように災害の時にはピラミッドシステムではなくてフラットシステムでやっていただきたい。フラットにするために多分この災害対策本部があってそこに各省庁が入ってるんだと思いますけど、それがフラットでタイムラグを少なくして発表されるということにもなってないし、分かりやすい情報開示にもなってないんです。ところでお伺いしますけれども、この災害対策本部に各省庁が入ってる。そこに消費者庁は入ってるんですか。蓮舫大臣。はい、消費者担当大臣も本便に入ってます。委員長。森昌子さん。そこに入っているのであれば、この数字が発表をされるときにですね、先ほど言ったように、地元側に全くの説明もない、消費者に対する何のメッセージもない、そういったことで発表されないように、その会議で意見を言っていただきたいと思いますが、そのような意見を言っていただいたことがあるんでしょうか。蓮舫大臣。これまでにおいても、その発表の仕方というのは、常に官房長官、総理をはじめとして配慮をしてきたと私は思っております。ただ、森委員のおっしゃる通り、配慮がまだまだ足りないということでありましたら、次の会議開催のときには必ず言わせていただきます。委員長。森昌子さん。配慮があると思っている人いないと思いますよ。だって一番最初に牛乳が出荷制限になったときにも、地元は何も知らなかった。県も何も知らなかったと言ってますよ。いきなりニュースで知ったんです。私たちは数字を発表するなって言ってるんじゃないんです。出荷制限に圧力をかけるって言ってるんじゃないんです。事前に知らせていただく。そのことで、政府がですね、消費者に向けて、冷静にという呼びかけをしないんであれば、しないんですね、いつも。しないから、各町がですね、例えば川俣町、飯舘村、そこにもものすごく問い合わせが殺到する、その時にですね、説明ができるじゃないですか。それがニュースで出て、村長も町長も何も知らないで、何も知らないんだと。町長何やってんだお前と。そういうことになるんですよ。全く私、そのことからですね、ずっとですね、自民党は与野党協議で、少なくともね、別に自民党に教えてくれって言ってんじゃないんですと。各町に、各村に、その首長に、直前にでもいいから、知らせてくれって、ずっと最初から申し入れてるじゃないですか。それなのに、その後、一回もそれが実現されたことがありますか？今回の計画的避難区域ですか？それから緊急準備区域。これの時にも、事前に地元には何の連絡もない。いきなりニュースで知る。レベルが5から7に上がる。これも何の事前の知らせもない。根拠も何の説明も市町村にない。県にもない。そしていきなりニュースで知る。毎回毎回そうなんですよ。消費者大臣が、災害対策本部に消費者大臣が入っているんであれば、それをしっかりと混乱のないように、風評被害のないようにしていただきたいと強く申し上げておきます。そして先ほどからその消費者大臣、食品のことをおっしゃっていますけれども、工業製品、観光業についてはどのようにお考えですか。蓮舫大臣。観光業並びに工業製品におきましても、ここにおいて風評被害というのがあってはいけない。それはそれぞれの省庁においてしっかりと対応しなければいけないと思っています。委員長。森昌子さん。いや、それぞれの省庁についててダメなんです。先ほどから申し上げております通りですね、消費者庁っていうのはですね、そもそもできた時の趣旨がですね、各府省庁がそれぞれの所管事項につき縦割りで情報を公表し、かつその内容が必ずしも国民にとって分かりやすいものとなっていないため、十分に国民に伝わっておらず、かえって不安を招いていると。情報の面、それから政策の面もそうなんです。すべてそれをですね、国民の不安を払拭するためには、国民消費者の目線で、適時適切な情報を提供する。消費者の立場に立った行政機関として動く、これが消費者庁なんです。蓮舫大臣、消費者庁のよって立つ法律って何だかご存知ですか。蓮舫大臣。消費者安全法と承知しております。森昌子さん。もう一度お願いします。蓮舫大臣。消費者安全法と承知しております。委員長。森昌子さん。消費者安全法も一つありますけれども、もっと大切なものが一つあると思います。蓮舫大臣。消費者省と消費者委員会設置法と承知しています。委員長。森昌子さん。消費者大臣、消費者庁を設置するときの一番大切な法律は何ですか？蓮舫大臣。設置するときに一番大事なのは設置法だと承知しております。委員長。森雅子さん。設置法って今、略称でおっしゃいましたけど、何設置法ですか？蓮舫大臣。消費者庁食品安全委員会を消費者委員会を設置する法律です。森雅子さん。大変残念です。後ろの方も、ささやきは結構です。私今ちょっと確認のために質問しただけなんで、大変驚きました。大臣になった時にはですね、その、省庁のよって立つ法律、これは、勉強するものだと思います。私も、金融庁におりましたけれどね、大臣が来たら、まずご説明申し上げるんですよ、官僚が。そして、私が見ていた、私が仕えた大臣たちは、やはり自分の省庁の設置法っていうのはですね、いつも持ってました。読んでました。小さくコピーして、この胸に入れてる方もいらっしゃった。赤ペンで書いて。私、その名前まで言えないなんていうのは、今とってもびっくりしたんですけれど、今別に蓮舫大臣を、いじめるために私質問してるわけじゃないので、ただ驚いたということだけは申し上げておきたいと思います。今、正確なお答えはいただけませんでしたけれども、消費者庁設置法ですよね。消費者委員会設置法じゃないですね。消費者庁設置法です。消費者委員会ももちろんそれは設置法の中に入ってますけれどもね、消費者庁の設置法、消費者庁設置法なんですよ。消費者庁のそもそもの目的が書いてあるんですよ。それを今私が述べたものだから、それが書いてありますよねって確認しようと思ったら、それをご存知なかったということで大変びっくりしたんですけれども、読んだことがありますか？蓮舫大臣。正式法令名は消費者庁及び消費者委員会設置法でございます。当然読ませていただいております。森雅子さん。それでは、その中に書いてある諸々事務がですね、先ほどお答えになった製造業、観光業、そういうものも、すべての省庁を一元化してその調整をするというのが入っていることはご存知ですよね。ですから先ほどのように各担当省庁がやるものですという答えは、間違いなんですよ。消費者庁の仕事なんですよ。先ほど言ったように、それぞれ縦割りで災害時にうまくいってないものを一元化して消費者庁が司令塔でやるということを民主党さんも強く言ってできた省庁なんですよ。それが全く今動いていない。福島県では風評被害が一番問題なんです。原発被害担当大臣っていうのは確か海江田大臣だったかもしれませんが、その方が農業と水産業のことだけを言っております。農業と漁業もものすごい深刻ですけれども、いわき市で言えば東北地方第1位の製造品出荷額を誇る製造業、年間1300万人の入り込みがある観光業、これがですね、農作物のあの数値の発表に全く心ない消費者へのメッセージがね、消費者大臣、ないということで、その他の産業まで全てが今仕事がないんです。明日にね、でももう会社を